ダリアは、キクカダリア族の多年生総本植物の総称。ダリアの名は、スウェーデンの植物学者で、リンネの弟子であったアンデシュダールにちなむ。和名は、花の形が、ボタンに似ているため、天竺ボタンと呼ばれた。メキシコ原産。ヨーロッパでは、1789年に、スペインのマドリード王立植物園に導入され、翌1790年に開花したのが始まりである。 江戸時代1842年にオランダから長崎に持ち込まれたのが日本への最初の到来となった。球根は非体感性であり、サツマイモに似た開根だが、開根自体に不定名を生じる能力はない。そのため、開根の生じる地下系の目を開根につけて切り離し、増やす。こうして開根の性質は同じ菊科のヤーコンに似る。開花時期は初夏から秋。 6月から7月頃の初夏が最盛期であるが、球根を植える時期と品種によっては、秋の開花を望むことも可能である。比較的高温で乾燥した環境で育つ。18世紀にメキシコからヨーロッパスペインにもたらされ、その後オランダより日本へと渡った。以来、長い間をかけて、品種改良が行われ、多種多様な荷色、可用の品種が作り出されてきた。赤色。 オレンジ色、黄色、白色、ピンク色、藤色、ボタン色、紫色など、バラやチューリップと並び、最も花色のバラエティに富んだ植物である。絞りや爪白のもの、コラレット咲きには、カベントカラーの色が違う二色咲きのものがある。英語にブルーダリアという言葉があるが、青色と緑色の花色はない。アメリカダリア・ソサイティは、ダリアの歌謡を16に分類する。 フォーマルディコラティブインフォーマルディコラティブストレートカクタスインカーブドカクタスセミカクタスポンポンミニチュアボールボールアネモネシングルオーキッドコラレットピオニーウォーターリリーフリルドノベルティダリアダリアはかつては有毒とされたがこれは誤りであるただし菊芋と同様に開根には多ル類ヌリンが含まれ慣れない人が大量に食べると腸内の発酵で生じたガスにより腹部傍慢をきたす恐れはある 原産地メキシコでは食用ダリアも栽培されており日本でも近年では開根を食用とする試みもなされキンぴらなどにしてレンコンなどに似た食感を味わうことができるまた他の食用菊と同様花や葉をサラダや酢の物などの飾りとして食することもできる牡蠣として栽培される原産地がメキシコの高原なので暑さに弱く 日本では東北地方、北海道や高齢地の方が色鮮やかな良い花が咲く。開根を春に植えて育てる。球根は乾燥防止のためにラッカーが塗られているものがあるが、そのまま植えて良い。球根は芋の先に茎の一部がついていて、茎に芽があるので、その部分を上にして植え付け、10センチメートルくらい土が被るように植え付ける。 茎が弱く、倒れやすいので、植え付けの時には必ず支柱を立ててやる。株間は、中林の切り花用やポンポン咲きなどで30センチメートル、大輪種では50センチメートル以上必要である。すべて未生で栽培でき、巻いた年に花が咲く。外生の一重、または、半夜の品種は、日本国内でも種が売られている。イギリスやドイツなどでは、 大輪のデコラザキやカクタスザキの種も売られているが、荷色が美しく、重ねの厚いものはなかなか出てこない。ソメイヨシノが散り果てた頃に種をまき、5ミリメートルほど、複度すると1週間くらいで発芽する。一度ポットなどにあげ、Y 生種は15センチメートルくらいの間隔に、定食するか、六寸鉢に3本植える。あとは、球根のものと同じように育てる。メキシコの国家。 花言葉は、カレー、優雅、威言、移り気、不安定、感謝、映画。移り気、不安定は、ダリアの花が、フランス革命後の不安定な情勢の中で流行した、ことに由来する。日本においては、山形県東沖玉郡川西町、福島県東白川郡花和町、兵庫県阿光郡上郡町の町花として、指定されている。 川西町内には4ヘクタールの敷地に650種10万本のダリアが咲く川西ダリア園があり、花輪町にもダリアの染料を使った染め物が特産品として知られている。鮮やかに染まるダリア。ありがとうございます。